コスメチックルネッサンス。すごい、中田さん、日照府の料理うまいバーココロクッキングエンターテイナー大西哲也です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今までみんな何気なくいっぱいうちのやつに出てたけど、さらっと流してたやつが一つあると思うんだよ。パセリ、めっちゃ出てくる。でめっちゃ出てくるでしょ。7割出てくる、うん、ほらここでさパセリングでもしとけばいいんじゃないとかさ、うん、ほらここでさほら緑の草とかあるといいでしょっていう時にパセリがさ何気なくこうポッて出てきてると思うんだよ。当然のように出てきてる。当然のふうに出てきてるよね、うん、あれみんな実は疑問に思ってたと思う。ねえよ。ないよね。いやドライのドライのでもいいよっていう時もあるじゃん。それは分かると。生のパセリっていやどうしてるの、うん、思ってるでしょ。実はね結構ちゃんと仕込んでる。仕込みをしてるということで、あのいつも出てるパセリがどうやって作られてるのか、まあ、美味しいパセリで使い勝手のいいパセリをですね今回は仕込みを見せていこうかなと思います。ちょっとシリーズだね、うん、ということでやっていこうと思います。よろしくお願いします。ココカローズキッチン。よし、使う材料紹介。パセリです。そうだね、あの家で使う分だったらこれぐらい用意しちゃうと多いかもしれないね。うちでさやってたらさ結構パセリの味も重要だったりするじゃん、うん、案外ね。でこれ結構さ勝手に何使ったというかしなしななってるけど、これもねシャキッとさせるテクニックがあるから。ほうよし。でまあパセリを用意します。はい。でこれをねまずあの葉っぱだけにして、これ茎とか使わないの。まずねこれパセリの葉っぱだけ取っていくんだわ、うん、この茎あるでしょ、うんうん、茎のこの根元に左手を添えて、で右手でこうピチッとむしる。あ、なんかサクッと剥ける感じ。うん、そうサクッと剥ける。根元を押さえてこの葉っぱだけ出して、これを右手でこうプチッと剥ける。これね茎が入ってるとこの食感的にもね味的にもあんま良くないから。あ、苦いのはむしろ茎だ。そうだね、苦いし、まあ、やっぱり食感が良くないよね。でこうやってムチムチと剥いていきます。よいしょ。セリの葉っぱだけで、これ残るでしょ、うんうん、これ残ったのは あのあれさ、はい、取っといて。ベージブロス。そうベージブロスの、はい、ベージブロス用にします。これ、ね、いい香りと味が出る。香草なんですか。そうそう香草です。香草です。そうなんだ、ね、ハーブだね。入ってきました。はい、はい、葉っぱだけになったね。でこれ見てちゃんと茎とか取れてるかなって見る。これ作業がね割と雑だから残ってたりするから。あ、ほら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 、こうやってさ、そういうのも基本的に許さないスタンス。そう、こうやってほら葉っぱだけにする。綺麗だね。うん、そう。これをお湯につける。でシャキッとさせる、まあ、50度以下のお湯でこうやってお湯にすらっしょ。こいつ綺麗に見えるけど結構汚れてやがるから、へえ、こうやって軽く洗うっていう意味もある。うん、でまあどんぐらいかな、まあ、5分か10分ぐらいでいいかな。結構でこのあと水を切る。次にこれだったらシャビシャビ状態で使えないから、したらこれ水切りシャッキリくん、これにこうやって入れて、ほうほう、こうしてジャキッとやって、でそしたらこれね結構ねジャーって出る。ほら、これをね何回かこの水滴当てなくなるまで繰り返す。これ何、ない人はどうしたらいいの。ない人はなんかネットに入れてブンブン振り回すとか。おう、うん、もう出る。こんなもうちょいだね。うん、結構やる。よし、さすがにいかな感ある。で、うん、パサッとしてる。カラッとしたね。カラッとしてるでしょ。青々としてるでしょ。え、この辺とついてるのもね痛ましいから。痛ましい、うん、でこうできたとて、これでもまだ若干水がついてる。あ、でもねその前にフードプロセッサー、もうこの状態でフードプロセッサーかけちゃっていいや。フードプロセッサーに次はかけます。いつものこいつで、あんまり細くてもねあれだから、まあ好みだけどね、まあ、様子見ながら。どんなもんかな、もうちょいかな、うーん、もうちょいかな。俺はねこんなもん、あんまり細かくてもあれだし、でかくてもあれだなって感じ。これどんどんかけていくね。あんまりいっぱい入れたらあの均一にならないから、ちょっとずつねいっぱい入れたい気持ちを抑えて。これはまたあれだ、フードプロセッサーない場合は、あ、頑張ってみじん切り。そうだね、あ、何個か取っとけばよかった。フードプロセッサーない場合はそうだね、こうやってこうやって、あ、頑張るだ、頑張るしかないね。コードネーム頑張る、うん、コードネーム頑張る、うん、いいね。で細かくなったと、うん、でこれで完成って言いたいところなんだけど、うん、
もう一段階行こう。まあ俺の場合はさらし、キッチンペーパーとかでもいいけどね、まあ、ちょっと乗せて、ほう、ちょっと乗せて、こうちょっとキュッと、あ、結構キュッとする。そうで、これでまた改めてここで最後の水分を取ってやる。うざい。うざいでしょ。こうしないとね、すぐしなしなになる。へー、水分がないっていうのが大事なの。そう、そうなの、そうなの。かといって完全に乾燥してもダメ。デリケートだ。デリケートでしょ。あんまりギュッてやったらね、細胞が壊れるから、これも難しいとか。キュッて、でもあんまり弱くてもあれだから。よし、はい、完成です。はい、完成。ほら、わほら、いいパセリでしょ。明らかにパサパサや。パサパサでしょ。いいやん、うん、これパセリだけちょっと食べてみます。うん、ちょっと。何でするんすか、はいはいはい、食べたことないな、この状態では。うん、ああ、なんかあの、まあ知ってるパセリの味を、うん、ちょっと爽やかっていうか、うん、どうやね、美味しいよね。うん、苦味とかもあんまないし、うん、そうだよね。このさ、ちょっと苦味がさ、パスタとかにやっぱりアクセントになるよね。まあ、これ保管するときに、うん、まあ普通タッパーでももちろんいいけど、便利アイテムをまた一個紹介しちゃおう。うん、真空にできるやつなんだよ。これを俺はいつもここにこう入れるでしょ。でこうして、こう、あ、ワインですね。あ、そう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 。で、するとこの中が真空になるから、なんだろう、まあ、雑菌とかの繁殖も抑えられるし、そうそう、鮮度がね、こう保たれる。こんな感じで僕は保管してます。で、これ戻すときはこの上のこのニップルを、ニップルをこう、ああ、不思議だよね。あ、あ、あ、水滴が、こう、あの、空気が、こうやって保管しておくと、まあちょっと長持ちします。なるほどね。あ、じゃあ、ジップロックとかに入れるときも、うん、極力こう空気抜いて、あ、そうだね、うん、入れた方がいいかね、という感じです。ほい、まあこれで、うん、みんなのパスタライフが、より充実しますね。丸々同じの作れるようになる。そう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 。パセリは売ってるもんね。売ってる売ってる、うん、絶対売ってる売ってる売ってる、うん、だからぜひやってみてください。はい、そしたら、まあ、いつものちょっとシリーズみたいにこれを使って一品、うん、なんか簡単なものを作っていきましょうか。これさ、これパセリを使って、パセリがないとできない意識の高いものがある。エロいね、だいぶ。それはエスカルゴバター。これ別にエスカルゴ使わなくてもね、意外と何にでも合うからね、公園で公園で、はい、やってみようと思います。はい、皆さんぜひチャンネル登録、そしてグッド評価よろしくお願いします。じゃあパセリティックルネッサンス。ココロチャンネル、チャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。福山雅治です。